写真拡大。バイオリニストの高嶋ちさ子が15日放送のテレビ朝日系ざわつく。金曜日、一茂よ淳ちさ子の回で、新幹線内でスーツケースを盗まれた経験を打ち明けた。以前、神戸でコンサートを行った際、高級ブランドをしみたうし、お差し入れてもらい、もう嬉しくてと大喜び。それを抱えて、楽器が大事だから楽器抱えて、ミタウシも抱えて、スーツケースから目を離してスーツケースを盗まれたことがあって、新幹線の中で、いつも自分の荷物は楽器とスーツケース2個と思ってたのが、そこにミタウシが入ったからと振り返った。盗まれたのは名古屋品川間だ。たといい、品川駅で盗難を届け出たが、管轄が違うため封書で名古屋駅に盗難届けを出しますと言われたという。高嶋は電書バトでも飛ばせこらー、と冠で今の時代ネットとか、ね、電話なのにと納得がいかない表情。スーツケースは何ヶ月後かに質屋で売られてたのが出てきたという。